愛知県立随量高等学校は愛知県名古屋市水北北原町にある県立高等学校。普通科及び食物科からなる。食物科は県内の公立高校では唯一の学科である。分離選択は2年生からである。現在の愛知県立厚田高等学校と関係はない。普通科普通コース各学年7クラス第2学年から文系と理系に分かれる。 ステム教育推進事業研究指定校指定に伴い課題解決型の授業が2年生のカリキュラムに組み込まれるようになった。コスモサイエンスコース各学年1クラスコスモサイエンスはコスモポリタンとサイエンスを合わせた複合語である。科学技術を通して世界に貢献できる自然科学に関する知識、態度、幅広い視野。 そして国際的視野を兼ね備えた人材の育成を目的として設置され、理数系の授業に特に重点を置いている。2022年に普通科から独立して理数科となる。独立大学や研究機関と連携した自然科学に関する特別講座を3年間で約30テーマを行う。 新入学生の募集は2021年度いっぱいとなり、以後の募集は停止の予定。食物価格学年1クラス栄養理論と高度な調理技術を取得できるようカリキュラムが組まれている。3年間にわたって中国料理、西洋料理、日本料理を講師を招いて学び、3年生では課題研究発表会なども行う。在学中に、 全国高等学校家庭科食物調理技術検定4級から1級と全商協会ビジネス文書実務検定3級から1級を受験する。普通科とは別当の食物科胸があり、通常の教室のほか、調理室や被覆室、コンピュータ室などを備えている。理数科学学年40人。2022年度に新設。普通科のコスモサイエンスコースが独立。 理数強化に関する、系統的な探究活動を通して、多角的、複合的に事象を捉えて、課題を解決する力や、新たな価値を生み出す、創造的な力を身につけ、ものづくり産業を含む科学技術分野の研究や、開発を支える人材の育成を目指す。普通科、主に全日制普通科と同じ教室で授業が行われる。給食時は、換気道を利用する。 新入学生の募集は2019年度一杯となり、以後の募集は停止の予定。換気道という名の行動が現存する。1924年に旧愛知商業高校の行動として建設され、1948年水寮高校の行動として、1964年に校内図書館として、同年に定時制給食室として改修された。 東日本大震災を受けた校舎の耐震化計画により、取り壊しの可能性も一時通ったが、同窓会主導による行動の保存運動の結果、愛知県知事と名古屋市長が視察し、2014年3月に愛知県議会で保存が決定された。2015年3月に、行動の耐震強度補強工事が完成し、同年9月には、生徒用の自習スペースが設けられ、 記念式典も行われた。北海道大学のポプラ並木に由来するポプラ並木がある。小中山という名の模擬古墳がある。学校敷地内に水量会資料室がある。ご中の設計は西原吉次郎が担当。2012年10月16日、イスラエル政府によって杉原千畝を忍ぶオリーブの木の植樹式が挙行され、中日イスラエル講師が出席した。 この植樹式は当日の NHK ニュースなので全国放映された。小中山の麓に植樹されている。杉原千恵の功績を伝えるため検証施設が作られることとなった。検証施設の名称は公募で、杉原千恵広場千歩杉原メモリアルとなった。西門西の約475平方メートルの敷地を利用し、1億500万円をかけて、 執務姿をかたどったブロンズ像や、チウネの発行したビザのリストを記した名板などが建設された。2018年10月10日に完成し、報道陣に公開され、翌11日には、杉原チウネがビザを発行した地である、リトアニア共和国の首相代表団が施設を視察した。12日には、中日イスラエル大使らが参加する、完成記念式典が開催された。 13日からは一般に公開されている。杉原千根広場先歩杉原メモリアル江戸川乱歩に、まつわる伝説が数多くある。近年の研究によれば、号中水量の定額第1号、自転車通学第1号はいずれも江戸川乱歩であると推定されている。1年生は、必ずいずれかの部活動もしくは、同好会に加入しなければならない。公式野球部は、 第31回、第32回全国、高校野球大会全国大会出場、第5回国民体育大会優勝をしている。体育館と武道場はそれぞれ随行館、随心堂と称する。ありがとうございます。